日本自動車大学校袖ヶ浦校は、千葉県袖ヶ浦市にある自動車関連の私立専修学校。2020年12月に、学校法人、日英学園と合併。2021年4月に、旧校名イコール、千葉県自動車整備専門学校から校名変更した。設置者は、学校法人、日英学園。1988年。 千葉県自動車整備商工組合を母体として設立された学校。自動車整備業界へ優秀なメカニックを排出するために業界の要望を受けて開校した。国家二級自動車整備士を養成する2年生、自動車車体整備士を養成する3年生の2学科を設置しているメーカーにこだわらず、あらゆるメーカーの自動車に対応するべく様々な 実習車両を使用した実習作業を展開しており、卒業生の就職先企業は、自動車ディーラー各社をはじめとして、自動車専業工場、自家整備工場、自動車板金塗装工場、カー用品店、二輪整備工場、損害保険株式会社、カーレース関係など多岐にわたる。自動車産業界の一翼を担う、若き優秀な人材を育成し、 日本の自動車産業界発展に貢献。さらには、世界でも通じる技術と能力を養い、若者の夢を叶え、そして育むことを掲げている。ありがとうございます。